タトゥー姿でワイルド系にキャラ変元キンプリ岩橋元気、平野紫耀らとの海外進出への本気度。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。岩地タトゥー増えてる。バックいけすぎる。タトゥー入れてるんだ。ギャップたまらんすき。どうしてタトゥーなんか入れた薬でもやっておかしくなったお願いだからシールでやってほしい。 元キングプリンスのメンバーで現在はソロとして活動している岩橋元気26ガーディダッシュの T シャツコレクションのキャンペーンビジュアルで公開したタトゥー姿がファンの間で賛否を呼んだ。半袖の T シャツ姿で道路の真ん中に佇んだり、ソファーでくつろいだりしている岩橋の両腕にはかなりがっつりと入ったバラの花やハートが刺さったや、ローマ数字などのタトゥーが確認できる。 これまでにもインスタなどでタトゥーがチラ見えしたことはあったが、ここまで堂々と公開したのは初めてだ。岩橋が動画で中性的な王子様キャラなので、タトゥーとのギャップがたまらないというファンと、やからっぽいイメージは彼には似合わないというファンで意見が真っ二つに分かれました。中にはタトゥーの黒いバラが、依存する愛、恨みを意味することから、キンプリメンバーへの愛やジャニーズ事務所への恨みのメッセージなのだと深読みするファンも出てきています。 女性指揮者。22日にキンプリから平野志洋、神宮寺雄太、岸雄太の3人が脱退したことで、21年にグループを去っていた岩橋の存在がクローズアップされている。岩橋は脱退直後からアメリカを行き来している様子をたびたびインスタにアップし、今後は海外で活動していくのではないかと見られていた。そして今年3月にウェル・スミスも所属するという米のエージェント。 360と契約したことを発表した。平野ら3人は海外進出の夢がついたことから金プリ脱退に至ったと言われている。そのため、ジャニーズを辞めた岩橋とその後も交流をしてきたという彼らが行動を共にするのではないかと見られているのだ。昨年に平野ら3人が脱退を発表した直後に、岩橋が自身をサポートしてもらっている米プロデューサーと3人を橋渡しして、 脱退を促したのではないかという黒幕説が出て、一部のファンから叩かれました。昨年12月にはバッシングで心の病になったことを岩橋は明らかにしています。当然、脱退後、しばらくは休養することを明らかにしている平野だが、BTS が所属する韓国の芸能事務所、HYBE への所属や滝沢秀明の、戸辺とのゴール説も出ている。果たして岩橋との合流はあるのだろうか ある芸能リポーターはこう予測する。今回、タトゥー姿を公開したことや、インスタにスポーツカーを借る姿をアップするなどは、岩橋が海外受けするワイルド系にキャラ変身を落としているのだという話があります。しかし、3月に米エージェントへの所属を公表したものの、今回のアディダッシュなどは国内での仕事で、具体的に海外での活動はまだありません。それに最近ジャニーズを辞めたばかりの彼にはファンが多い。 昨年は7都市を回るソロライブツアーに1万人を動員して成功させたり、イム・サン・ローラン・ボーテの CM に起用されるなど、1億円を売り上げたと言われている。国内だけでもソロで成功しているんです。マイペースで活動したい彼が、どれだけ本気で海外進出を考えているかは疑問ですね。もちろん平野たちをサポートすることはできるのでしょうが、ファンが思い描くような、元キンプリメンバーが手に手を取って海外を目指す。 というズにはならないのかもしれない。ブライデーデジカル。平野志陽さんプロフィール。1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。